テキサス A&M ユニバーシティ郡山湖はかつて福島県郡山市に存在した選手学校。1980年代、郡山市は地域振興のため東海大学の誘致を目指していたが失敗に終わる。そこで1990年頃に海外の大学の日本校がブームになると当時の市長、青木久氏はアメリカのテキサス州にある テキサス A&M 大学の日本校誘致に方針を転換する。1990年5月19日、学校法人郡山国際学園の運営により、郡山市本町に仮校舎で開校した。郡山駅に近く、立地には比較的恵まれていたものの、プレハブの校舎とそれに囲まれる形で中庭に位置する、バスケットボールコート一面以外には何もない。 極めて小規模なキャンパスであり、当初の予定では、いずれは本校舎を建設して、そちらに移る予定だった。しかし、1990年度の入学者は、170から200人の定数に対して69人。1991年度の入学生は、定員300人に対して82人と入学者が予想を大きく下回ったため、開校直後から、 税金の無駄遣いではないかと、死を二分する大問題になり、やがては、駅西口再開発と並ぶ、市長選挙の争点の一つになった。1993年の市長選挙で、有地に、積極的だった現職の青木久氏に代わって、藤森英二が当選すると、翌1994年に並行になった。校舎後は、市の施設として使用された後、 取り壊されて、タクシーの待合所を経て、現在は、福島県看護会館未来が立つ。2003年、東北文化学園大学薬学部の誘致が決定し、テキサス A&M ユニバーシティア土地が利用されることが決定する。しかし、翌年に、大学側の不祥事により、誘致を断念することとなる。ありがとうございます。